フィデル・アレハンドロ・カストロ・ルースは、キューバの政治家、革命家、軍人、弁護士。社会主義者で、1959年のキューバ革命で、アメリカ合衆国の事実上の傀儡政権であった、フルヘンシオ・バティスパ政権を武力で倒し、キューバを社会主義国家に変えた。革命によって、同国の最高指導者となり、首相に就任。 1965年から2011年まで、キューバ共産党中央委員会第一書記を、1976年より2008年まで、国家評議会議長兼閣僚評議会議長を務めた。国家元首として在職中、日本国内においては、カストロ議長と呼称されることが多かった。なお、本校では本人を指す場合は原則として、フィデルの表記を用いる。 これは、彼の弟にして、後継者であるラウル・カストロの存在があるためで、ラウルについても、本校では原則として、ラウルの表記を用いる。1926年、マヤリ近郊のビランにて、スペインのガリシア人移民で裕福なのを上手、アンヘル・カストロイ・アルヒスの息子として生まれる。当初は、マルカネにある公立のグラマースクールに入ったが、 ハバナの私立小学校高齢費をベレンをはじめとするイエズス会の学校で教育を受け野球に熱中した。1944年には最優秀高校スポーツ選手に選ばれ、1945年にはハバナ大学に入学して法律を学んだ。大学では政治活動に参加、革命反乱同盟に加入する。1948年に ラテンアメリカの学生運動の連合を図り、コロンビアを訪れたが、次期大統領候補だった、自由党の指導者、ホルヘエリエセルガイタンとの会談を予定していたその日に、ガイタンが暗殺され、コロンビアは、ボゴタ暴動に突入した。フィデルも暴動に参加し、コロンビア軍との戦闘に加わった。1950年に大学を卒業した。 卒業後、1950年から1952年の間に弁護士として貧困者のために活動。その後フィデルは、オルトドクソ党から1952年の議会選挙に立候補したが、将軍フルヘンシオ・バティスタ率いるクーデターによって、カルロス・プリオソカラスの政府が倒され、選挙の結果は無効となった。その後、フィデルは、憲法裁判所に、 バッティスタを告発した。西岸は拒絶され、フィデルは裁判所を休断した。モンカダ襲撃7月26日運動の旗フィデルと、ゲバラその後フィデルは武装勢力を組織し、1953年7月26日に130名の仲間と共にモンカダ兵衛に対する攻撃を行った。攻撃者の80人以上が死に、フィデルは逮捕された。 裁判では、カトリック主教の仲裁で、死刑は免れたが、懲役15年が宣告され、投獄される。獄中では、ホセマルティなどを愛読、歴史は私に無罪を宣告するだろうを発刊する。1955年5月に御社によって釈放され、2ヶ月後に、メキシコに亡命、後に、アメリカに移住して、活動を続けた。メキシコ亡命時代には、 バティスタの意向を受けたメキシコ警察によって逮捕されたが、フィデルを見込んだメキシコ革命の体制者だった元大統領、ラサロカルデナスの弾丸によって釈放された。グランマ号1956年12月2日、60フィートのプレジャーヨットグランマ号デトゥスパンから他の7月26日運動のメンバー、総勢82名と共にマンサニオへ上陸。 その時点ではフィデルはまだ共産主義者あるいは社会主義者ではなかった。キューバ革命後の1959年後半にフィデルはアメリカの新聞にどんな産業も国有化する意図はなかったと語った。フィデルが明確にソビエト連邦を中心とする東側諸国への接近を起きとするのは1961年4月のピックスワン事件の後である。 しかし、日中の上陸であったために、旧幕軍により攻撃され、激しい戦闘で、当初の82人のうちの18人だけが生き残り、マエストラ山脈へ退き、そこから、バティスタ政府とのゲリラ戦を再開した。生存者の中には、革命後に閣僚となるチェゲバラ、ラウル、またカミロシエンフェゴスが含まれていた。フィデルの運動は、民衆の支援を獲得し、 800人以上の勢力に成長した。勝利1958年5月24日、バッティスタはフィデルの軍に対して17の大隊を送り出した。数字上では圧倒されていたにもかかわらず、フィデルの軍隊は政府軍兵士の多くの軍務放棄によって一連の勝利を成し遂げた。1959年1月1日、フィデルの軍隊は 首都ハバナ近郊に迫り、バッティスタと次期大統領カルロス・リベルアグエロは国外に亡命した。フィデルの軍はハバナを支配下に置き、キューバ革命が成就した。革命後、首相に就任したフィデルは、キューバ共産党による一党制を敷いた。共産党の党首である第一初期の地位にあったフィデルは国家の最高指導者として君臨した。 1976年からは国家評議会議長として正式に国家元首の地位に就いた。しかし他の社会主義政権の最高指導者に見られるような自身の巨大な肖像写真や銅像を一切作らせていない。これは全政権の独裁者バティスタと同一視されるのを忌避していたためと言われている。経済政策革命直後はアメリカとも 友好的な関係を維持しようと努力したが、フィデルを、要求的と忌避したアメリカとの関係を見限って、ソビエトと接近し、同時にユナイテッドフルーツなどの大企業の農園や、ハバナに立ち並ぶカジノホテルなどのアメリカ企業の資産の、接収と国営化を推し進めたために、アメリカは、キューバとの断交と、金融措置を発動し、それに対抗するようにソビエトは、 砂糖キビと石油のバーター貿易などを通じて、キューバ支援を行った。その関係は1991年のソビエト崩壊まで続いたものの、ソビエト崩壊によって冷戦が終結したことで、バーター貿易も、経済支援もストップしたため近年は深刻な経済状態が続いており、そのために、イカダ等を使用して、経済亡命する事件が後を絶たず、 カストロ兄弟のみならず、国家全体の悩みの種となっている。このような経済面での失勢から、革命家は年金をもらってまで生きるようなことはしない。私は地獄に落ち、そこで、マルクスやエンゲルスやレーニンと出会うだろう。地獄の暑さなど、実現することのない理想を待ち続けた苦痛に比べれば、何でもないと語ったこともある。なお、革命後に、 土地の国有化を推進し、その一環として、実家の農園をも、例外とせずに取り上げたために、実母から絶縁された。娘を含めて、カストロ体制を嫌う、キューバ人の多くが亡命し、反カストロ派の海外における、一大拠点となっているアメリカのマヤミに、亡命している。亡命者、問題1980年3月28日に、 カストロ体制を嫌う亡命希望者を乗せたバスが、ハバナのペルー大使館の門を突破した。続く48時間に1万人以上のキューバ人が、大使館に逃げ込んだ。フィデルは4月20日に、マリエルの港からボートで出国できることを発表する。亡命希望者たちはマリエルからボートで出国をはじめ、彼らは、自由召喚隊フリーダムフローティラとして知られるようになる。 アメリカ沿岸警備隊によると、9月26日にマリエルが閉鎖されるまで、12万4776人のキューバ人が出国したとされる。宗教政策キューバは、スペインの植民地だったこともあり、国民の大半はもともとキリスト教徒であったが、社会主義革命を標榜するフィデルは、カタクナな無神論者であり、キリスト教会を取り壊し、 京都を強制キャンプに入れるなどの宗教、弾圧政策を実施した。ローマ教皇ヨハネ23世は1962年1月3日にフィデルを破門した。これは1949年にピウス12世が発した法令によるものであったが、カトリック信徒たり続けることを以前から放棄していた。フィデルにとって、 この波紋は重要な出来事ではなく、カトリック教徒によるフィデルへの支援を妨害するために行われたと予想されたが、そうであったとする証拠は、ほとんどない。ただし、ヨハネ・パウロ2世とフィデルの関係は、以前の教皇に比べれば、若干良好であった。1992年にフィデルは、キリスト教徒に対する言和策を導入している。 ヨハネ・パウロ2世はアメリカによるキューバへの通商停止に、対して、不正で、倫理的に承諾しがたいと非難を行い、その後バチカンとフィデルの関係は改善する。フィデルは1996年11月には、バチカンを表敬訪問にし、ヨハネ・パウロ2世に越見宗教弾圧政策を事実上放棄した。1998年。 ヨハネ・パウロ2世はキューバを訪問する。これは、ローマ教皇による初めてのキューバ訪問であった。教皇は、訪問がキューバにおけるカトリック教会の建設促進が目的であったと強調し、政治的問題への関係を避けたが、カトリック学校の開設許可のために政府による教育規制の撤廃と、キューバ国内の病院で行われている妊娠中絶を批判した。 教皇の訪問後、キューバ政府はクリスマスを再び休日とし、宗教的行事の公然実施を認めた。2005年4月のヨハネ・パウロ2世の死去の際には、フィデルは、ハバナ大聖堂でのミサに参列した。それは1959年に、妹の結婚式に出席して、以来46年ぶりのことであった。ミサを指式した、数奇教、ハイメ・オルテガは、 ダークスーツを着たフィデルを歓迎し、私たちの教皇ヨハネ・パウロ2世の死が、キューバで心より痛まれたことに対して、謝意を表した。外交政策アメリカとの対立、ソビエトとの友好1959年のアメリカ訪問時のフィデル2000年12月、ウラジーミル・プーチンと1959年1月の革命によってフィデルが全権を掌握すると、アメリカ合衆国は、 直ちにこれを承認した。しかし、新政府が、アメリカ企業の資産没収と国有化を実施すると、アメリカとの関係は日増しに悪化する。フィデルは4月にホワイトハウスを訪れ、副大統領のリチャード・ニクソンと会談する。大統領のドワイト・ D ・アイゼンハワーは、ゴルフ中で会えないという弁解を行ったことからも、当時アメリカがフィデルを軽視していたことが伺える。 同年12月、アメリカ国家安全保障会議は、要求的かつ、アメリカにとって、不利益をもたらすとして、カストロ政権転覆を決定した。この計画は古代ローマの独裁者、ユリウスカエサルの暗殺にちなんで、ブルータス作戦と呼ばれた。いわゆる、ピッグスワン事件もこれに含まれる。その後も、パティ作戦、リボリオ作戦、 AM ラッシュ作戦と次々に暗殺計画が立案されるがすべて失敗に終わった。1961年4月のピッグスワン事件がアメリカの中央情報局によって訓練された侵攻軍の敗退に終わると同年5月1日にフィデルはキューバ革命が社会主義革命であることを宣言した。キューバ国内のアメリカ系石油生成所が石油の供給を拒否し、 キューバは1960年2月にソビエトから石油を購入する協定に署名した。アメリカはキューバとの国交を断絶し、アイゼンハワー政権の間にキューバはソビエトとの関係を深める。フィデルとソビエト共産党第一初期に聞いたフルシチョフとの間で様々な協定が調印され、キューバはソビエトから大量の経済、軍事援助を受け取り始めた。 1960年9月、ニューヨークでの国連総会で約4時間半に及ぶ、初演説を行った。この訪米時に、アメリカの圧力を受けたことと、それに対するキューバ側の当て付けが行われ、キューバ代表団が、国連本部の芝生にテントを張ったり、治安が不安定だったハーレムのホテルに泊まったりした、上に、キューバ航空機が差し押さえられるなどの礼遇を受けた。 キューバ危機以降の対米、対ソ関係、フルシチョフの回想録によると、1962年の春にクリミア半島で休暇を過ごしている間に、アメリカの攻撃に対する抑止力として、キューバにミサイルを配置するという考えを思いついた。フルシチョフはラウル率いるキューバの代表団と会談して、この考えを提案した。その結果、 ソビエト製の核ミサイルがキューバに配備された。1962年10月15日、アメリカの U-2 偵察機がミサイル発射装置の建設を発見した。ジョニー F ・ケネディ大統領を率いるアメリカ政府は10月22日にその事実を公表し、キューバに向かう船舶の臨検を行い、海上封鎖を実行した。米ソ間の緊張が高まり、 核戦争の危機が現実味を帯びると、ケネディとフルシチョフは、アメリカがトルコから、ジュピターミサイルを撤去するのと引き換えに、ソビエトがキューバからミサイルを撤去することで合意した。しかし緊張が緩和された後も、キューバとアメリカの対立は、決定的なものとなった。フィデルはアメリカを敵視する一方で、アメリカと妥協したソビエトに対しても、不信感を募らせた。だが、 ソビエトとの友好関係は、キューバの重要な政策であり、フィデルは、ソビエトとの関係維持に努めた。フルシチョフ失脚後、ソビエトに対する不信感を解消したフィデルは、1968年の、プラハの春において、ソビエト軍による、チェコスロバキア侵攻に理解を示した。しかし、このようなソビエトへの態度が、チェゲバラとの決別の大きな要因になった。 1989年に冷戦が終結し、1991年にはソビエトが崩壊した。ソビエトの後継国家であるロシア連邦との関係はソビエト時代に比べて薄れた。また、アメリカとの関係については、キューバ側が積極的に関係改善を目指しているが、フロリダ州などを中心に大きな影響力を持っている。 キューバ系アメリカ人財団など、ハンカストロハロビーストの影響を受けているアメリカの保守派は、金融措置の解除に反対している。1990年代は、キューバと疎遠になっていたロシア連邦は、2000年代に入って、ウラジミール・プーチン政権になると、アメリカを牽制する意味から、キューバとの関係を、再び強化しており、原種同士の訪問や海軍艦隊の寄港を、 立て続けに行っている。現在でもキューバはアメリカから金融措置を受けている。なお、アメリカはキューバのハリケーンなどの被害に対する人道的支援は例外的に行う姿勢を見せているが、フィデルはアメリカの申し出に感謝を表しながらも、もし真の協力の意思があるなら、キューバに不可欠の輸出を許可し、アメリカ企業による信用供与を妨害すべきではないとして、 支援を拒否している。ラテンアメリカ諸国冷戦時代、アメリカの後押しを受けている、反共的軍事独裁政権が多かった。ラテンアメリカ諸国とは、メキシコなど一部の国としか交流がなく、関係は悪かった。1971年には、米州機構の関連にもかかわらず、社会主義者のサルバドールアジエンデが大統領となった、チリがキューバと、 外交関係を再確立する。フィデルは1ヶ月にわたってチリを訪問した。訪問中にアジェンデとの信頼関係を築き、公的な助言を与えた。このため、西側諸国からは、チリの社会主義化への道とみなされた。1972年7月にはチリに続き、軍部革命政権を標榜していた、ペルーの軍事政権、フアンベラスコアルバラードが、 キューバとの国交を回復した。しかしその後アジェンデは、1973年に、チリ軍部と野党が計画し、CIA が支援したアウグスト・ピノチェとのクーデターにより、失脚、殺害された。1983年10月に、グレナダで、クーデターが起こり、ハドソン・オースティンを主犯とする、革命軍事評議会が設立されると、フィデルは、同政権を支援した。 これに対し、アメリカが、グレナダ侵攻を行うと、同国内において、アメリカ軍と、キューバ軍が交戦した。冷戦末期の1987年1月には、ブラジル政府との間で、ホットラインを開設し、国交回復へ向けて、両国関係は急展開する。一降フィデルは、中南米外交シフトを示し、冷戦終結後、ラテンアメリカ諸国で、 反共的軍事独裁政権が崩壊すると、キューバは、ブラジル、ベネズエラなど多くの国と国交を回復した。中華人民共和国革命直後は、同じ社会主義政権の一等性国家である、中華人民共和国との友好を図る。ゲバララが中国を訪問して、毛沢東らと会見しているが、中祖論争が激しくなると、中国との関係は悪化した。 さらに中国は貿易問題と政治問題を結びつけてきたためフィデルは中国政府を強盗と批判し1966年に中国と関係がほぼ断絶した1970年代に起きたアンゴラ内戦ではキューバとソ連が政府側を支援して多数の軍隊を派兵したのに対し中国はニクソン大統領の中国訪問以降急速に 接近したアメリカ合衆国、ザイル及びアパルトヘイトを敷いていた南アフリカ共和国と共同で反政府側を支援した。キューバのアンゴラ派兵の目的は米中の影響力排除でもあった。1979年9月3日の演説でフィデルは中国が中越戦争でベトナムを攻撃してアフリカと南米では反共同盟である。 サファリクラブを主導するエジプトのアンワルサダト政権やコンドル作戦を主導するチリのアウグストピノチェト政権なども支援していることを批判した。しかし、冷戦が緩和した1987年に中国とキューバは関係を正常化し、キューバと中国との関係は友好的になり、中国はキューバにとって軍事面、資金面において有力な援助国となっている。 中国はキューバにとって第二の貿易相手国であり、アメリカの対キューバ金融措置が続く中で、キューバにとって中国は食料、経済支援などを頼れる欠かせない国である。フィデルは中国からの援助を表して、今、新しい動力が現れた。それは中国とベネズエラだと述べ、中国、ベネズエラとの通商関係に社位を表した。一方、 四川大自身で中国が甚大な被害を受けた際、キューバの医療チームの活動に対して国家主席の古近党は中国の党、政府、人民は永遠にこれを心に刻むと感謝の意を表した。2008年に起きたハリケーンの際にはキューバ政府はアメリカからの人道支援は断っているが中国政府代表団はキューバに対する貿易祭めくりのべに加えて公案 病院などの近代化支援やハリケーン被害の復興支援などに総額7000万ドルの支援を行うと約束した。このように、冷戦終結後のキューバは中国との関係を良好にしている。その一方で、フィデルは中国が領有権を主張して対立している台湾についても、同じ小国として連帯感を強く持っており、2003年8月15日、 台湾副総統、両州連とパラグアイであった際、台湾の境遇に強い関心を示したり、2010年7月12日、キューバ国営テレビのインタビューで、台湾は国連に加盟する権利があると明らかにしていた。ヨーロッパ諸国、カナダキューバ革命に成功した当時、キューバの旧宗主国であり、伝統的に非常に絆が強いスペインは、フランシスコ・フランコによる、 ファシスト政権であったが、左右性反対であるキューバとは国交を維持した。この背景には、スペインにとってキューバは米国に奪われた土地という歴史的事情があり、その、米国の支配からキューバを解放したフィデルに対する敬意があったと言える。なお、フィデルの父アンヘルもフランコも共に、スペインのガリシア出身である。1976年に、当時のカナダ首相、 ピエール・トルドーはアメリカによる経済封鎖にもかかわらず西側諸国の政治的指導者として初のキューバ公式訪問を行いフィデルと法要を交わした。トルドーはカナダからの支援として400万ドルを提供し1000万ドルの融資を行った。トルドーはそのスピーチでフィデル・カストロ国家評議会議長の長盟とキューバ、カナダ両国民の友情を祈ると話した。 トルドーとフィデルの友情はその後も続き、トルドーは退任後も1980年代から1990年代にかけて、キューバを数度訪れている。フィデルは2000年のトルドー死去時、葬儀に参列するためモントリオールを訪れている。2000年代に入り、高齢になり、体力が衰え、長時間の演説が徐々に短くなり、倒れ込む場面も見られるようになった。 2006年7月31日、フィデルは、腸に、急性の問題が発生し、出血が続いているため外科手術を受けたことを明らかにし、そして、数週間程度、ラウルに権限を暫定以上するとの声明を発表した。しかし、その後回復が思わしくなく、暫定以上期間は長期化していった。2008年2月19日、フィデルは、 共産党の機関主グランマにおいて国家評議会議長と軍最高司令官を引退する意向を示した。2月24日、ハバナの国際会議場で開催された人民権力全国会議においてフィデルは国家評議会議長兼閣僚評議会議長を退任し、後継にはラウルが就任した。国家厳守引退後は論評を執筆して、 党の機関誌に投稿する生活を送っている。後継のラウルが、重要事項はフィデルへ助言を求めると表明している、ことから、時々ラウルからの求めに応じて助言もしているようで、ある。その後、2008年12月16日を最後に翌年1月18日までの1ヶ月論評が、掲載されなかったことから、フィデルの病状悪化説が浮上。これに対して、 ベネズエラのチャベス大統領は健康悪化説を否定した。2009年2月19日、フィデルがハバナでチリの大統領ミシェル・バチェレと会見した際の写真をチリ政府が発表し AP 通信経由で公開されている。同年8月24日の BBC ワールドニュースで1年ぶりに地元テレビにフィデルの映像が流れたことを報じた。 2010年7月7日、国立の科学研究施設を訪問し、引退後初めて公の場に姿を現した。キューバのブログ、革命には、施設訪問したフィデルについて、痩せていたが、健康そうだったと記されていた。8月7日には、議会で演説を行い、健康状態がかなり良くなっているとの推測もあった。2011年4月19日、 第6回キューバ共産党大会において、フィデルは、党第一初期を正式に辞任した。公認には2006年より代行を務めていたラウルが、選出された。第一初期辞任により、キューバ革命以来、およそ50年にわたり、務めた、全公職から退き、政界から引退することとなった。2013年2月3日に行われた、 人民権力全国会議の選挙に際してフィデルは、ハバナ市内の投票所で投票し、久しぶりに、公の場に姿を見せたと報じられた。なお、この選挙でもフィデルは、候補者となっている。2016年4月19日、第7回キューバ共産党大会の閉会式に、ジャージ姿で出席して10分間演説し、私がここで話すのはおそらく最後だと述べるとともに、 食料や水の問題などを次世代が解決すべき課題として挙げた。演説の最後には、間もなく私も他の人たちと同じように、その時が来るだろうと述べていた。2016年8月13日、満90歳の誕生日を迎え、浜田市内の劇場で行われた記念イベントに出席した。同日付で、当機監視。 グランマに寄稿した文章では5月のバラクオバマの広島訪問について原爆投下への謝罪がなかったことを批判した。2016年9月22日、フィデルは自らの指定においてキューバを公式訪問した日本の安倍晋三首相と会談し、日本、キューバの二国間関係発展など幅広い議論を取り交わした。これがフィデルにとって G7 首脳との最後の会見となった。なお、外国首脳との最後の会見は11月15日に行われたベトナム国家主席のチャンダイ・クアンとの会見が最後となった。サンティアーゴでクーバへと運ばれるフィデルの遺骨、フィデルの墓2016年11月25日、弟のラウル・カストロが国営テレビを通じて、 キューバ革命の最高司令官が今夜午後10時29分に死去したと発表した。90歳没。遺言に基づいて遺体は火葬され、12月4日に革命発祥の地サンティアーゴでクーバで国葬が行われた後、同地のサンタエフィヘニア墓地に埋葬されると発表された。 社会主義国家の指導者の遺体が永久保存の上で展示される例が複数存在する中、このような措置は珍しいことである。遺言について、自身の死後、様々な機関や広場、公園、道路などの公共施設に自分の名前や肖像は使用されたくないと主張し、その態度は人生最後の時まで一貫していた。また、記念碑や像といった。 同様の形態のものもあってはならないと述べていた。2016年12月4日、フィデルの遺言通り、午前中に遺骨が3体フィヘニア墓地の墓に埋葬された。自ら墓に兄の遺骨を収めたラウルは、フィデルの銅像や肖像画を公共の場に飾るのを禁止する法案を次回の国会で提案すると述べ、27日に開催された国会で上帝。 可決された。ただし、フィデルを題材にした映画や、著作や、音楽などの芸術作品の制作や、各地の施設等にすでに飾られている写真については、規制対象とはしなかった。アメリカに亡命した亡命キューバ人の一部は、現地で、歓喜のパレードを行った。長年の間事実上の独裁体制を敷いてきていた。 上、経済政策面などでは決して評価が高いとは言えない面はあるが、個人崇拝を嫌い、尻死欲に安易に振り回されない強固な信念の持ち主として、今なお賛否両論が分かれる人物である。2006年に国家評議会議長兼閣僚評議会議長の権限を暫定的にラウルに移譲するまでに暗殺を638回。 計画されたと言われ、命を狙われた回数が最も多い人物としてギネスブックへの掲載が決まっている。そのうち大半は CIA などによるフィデル暗殺計画で147回計画されたと言われる。革命後にアメリカのマフィアが経営していたカジノを追放したことによりマイアーランスキーなどのマフィアからも暗殺の標的となる。 また1960年に CIA がマフィアに15万ドルでカストロの暗殺を依頼していたことが2007年の文書公開で分かった。1979年10月にニューヨークで行われる国連総会に向かう航空機内にてアメリカ人ジャーナリストのジョン・アルパートのニューヨークにはあなたを殺したいと思っている人がたくさんいますがという問いかけにフィデルは 人は死ぬ時は死ぬんだよ。それが運命だと答え、あなたはいつも防弾チョッキを着ていると聞いていますがという問いかけには、フィデルはシャツのボタンを外し肌を露出させ防弾チョッキを着ていないことを見せて着ていないよ。モラルってチョッキは着てるけどね。これがあれば強いと答えている。革命広場にあるホセマルティ記念碑の前で演説するフィデル2006年。 アメリカのワシントンポスト紙の付録紙、パレードの世界最悪の独裁者という特集記事で第15位に選出されるなど、アメリカやラテンアメリカ諸国においては、社会主義化ぶれの独裁者として批判を受けることも多いものの、ラテンアメリカを植民地のように扱うアメリカにカくなに抵抗し続けるヒーロー的な存在として、要求的な人々のみならず反共産主義者の間においても、 心理的な支持者が多いと言われている。特にベネズエラのウゴ・チャベスは、フィデルを師匠のように敬愛していたほか、ボリビアのエボ・モラレス大統領とも友好関係にある。政治家以外では、サッカー選手のディエゴ・マラドーナと親交があった。同じアルゼンチン出身のチェゲバラと共に、彼のサファ発言の土台を作ったとされている。国内においても、 独裁者として君臨しているにもかかわらず同様な理由からカリスマ的な人気が根強くある。なお、フィデルは、毛沢東をクソ野郎と呼び、キューバ危機の際に自分に全く相談せずに、ミサイル撤去に応じたニキータ・フルシチョフが失脚したのを聞き、鏡を叩き割って罵ったと言われているが、実際には、キューバ危機後にフィデルは、 ソビエトのフルシチョフの元へ2回訪問し、2人で事件を冷静に振り返った上で自己批判までしている。独裁ゆえに権力維持に執着してしまいがちな他の独裁国家の指導者と違い、血族へのものとはいえ、自らの政治指導が困難とみなすと潔く、権力の異常を表明する柔軟さを高く評価されることもある。事実、彼は、 非常に自分が美化されることに、神経質で、独裁国家によくある公共の場における指導者賛美の、プロパガンダが一切存在せず、むしろ自分が、T シャツのプリントや絵画に描かれることを嫌っている。また、キューバでは特定の政治指導者が偶像化するのを避ける、ため、存命中の人物のモニュメントを、公共の場所に飾ることを法律で禁じている。 よって、すでに死亡したゲバラを称えるモニュメントはあっても、生前のフィデル自身も含め、存命中の人物のモニュメントは存在しない。共産主義に対して、極めて真摯な考えを持ち、自身が、アメリカのフォーブスの世界長者番付、君主、独裁者部門に9億ドルの財産を持つとして7位に、ランクインされたことに激怒し、気分が悪くなる報道だ。なぜ、 こんなバカバカしい記事に対して自分を弁護しなければならないのかもし誰かが私の口座が国外にあって1ドルでも預けてあると証明するなら私は議長を辞めると発言したアメリカのメディアはほぼ全てがハンカストロであるためたびたび大病を患った大怪我をしたなどと書かれていたキューバの最大の特産物で自らの好物でも ある高級ハマキを革命闘争時代から常に欠かさなかったことから、ハマキ愛好家の間では象徴的な存在であった。ハマキはゲリラ戦時に寄ってくるハエやアブなどから顔を守るために始めた。また、革命の主役である者たちのトレードマークであるヒゲも同様の理由からである。しかし、自身の健康と国民に禁煙の重要さを解くため、 1986年に禁煙宣言を出し、自ら禁煙している。フィデルは長時間の演説を行うことでも有名で、数時間に及ぶスピーチも一般的だという。かつて党大会で10時間以上に及ぶ政治報告を行ったこともある。本人も自分の演説が長いことを自覚している模様で、とあるパーティーでスピーチに立った際、冒頭で大丈夫。 今日は早く終わらせるから、とジョークを言い、出席者を笑わせたことがある。フィデルは、新日課として知られている。2003年に来日した際には、外国の要人としては珍しく原爆ドームを視察、慰霊碑に喧嘩黙目頭して、人類の一人として、この場所を訪れて慰霊する責務があるとのコメントを、残している。ちなみに、チェゲバラも1959年に、 広島を訪れている。1989年の昭和天皇放御の際には、藻に服した。最晩年の2015年3月には自宅に日本庭園を造園している。キューバ野球連盟の幹部を務める4男のアントニオが2009年に日本を訪れた際、熱海観光で日本庭園の業者の研修所を利用したことがきっかけで、2014年に、 業者の社長が訪れた際にフィデルに提案し実現したものである。しかもその業者は2016年の安倍晋三首相のキューバ訪問の際、安倍の自宅の庭園の造営も手掛けていたことが判明し、両者はこのようなことによって両国間の文化交流が深まればよいと意気投合したという。また野球人として日本の野球に対して 経緯を表している。2006年3月のワールドベースボールクラシックの決勝戦、日本と戦うことになったキューバだが、フィデルは試合前、キューバ選手団に、試合に、勝てとは言っていない。ベストを尽くせと言っているという名言を残す。そして試合当日、キューバは善戦したが、結局は日本に敗れ、日本が優勝、キューバは、 準優勝という結果に終わったが、フィデルは、キューバ選手団を空港まで出迎え、その後に、首都ハバナで開かれた、政府主催の式典で、金でも、銀でもいいじゃないか。決勝に行けたことが素晴らしいんだ。と、自国選手を称えた上で、藤田総一選手から、ホームランを打ったことは、素晴らしかった、日本人選手の名前の読み方がよくわからない。 マスコミに聞いてくれと積極的に日本人選手について発言している。2009年の WBC では3月12日放送のテレビ朝日系列スーパー J チャンネルにて日本チームを批判する発言をしたとも報じられたが、これは番組側のご訳であり翌13日の放送で謝罪している。日本が連覇を達成すると 監督の払ったつのりの投手寄与法を高く評価し、決勝打を放った一郎を、世界最高の打者と述べるなど、その偉業を最高の賛辞で称えた。また、元日本野球連盟会長の山本英一郎と、大変親しく、常々、彼は、私の大切な親友だと公言していた。山本の死の際には、自ら頂殿を打って、哀悼の意を表した。 フィデルが政権を握って以降、オリンピックのキューバ選手団はかなり強豪であり、東側寄りである。1976年モントリオールオリンピックでは8位に輝き、ソビエト軍のアフガン侵攻で、アメリカや日本など西側がボイコットした1980年、モスクワオリンピックでは4位に輝いたが、1984年、ロサンゼルスオリンピックでは、 ソビエトと共に参加をボイコットしており、1988年、ソウルオリンピックも、不参加であった。冷戦後の1992年、バルセロナオリンピックでは5位に、1996年、アトランタオリンピックは8位に、2000年、シドニーオリンピックでは9位に輝いた。2008年、北京オリンピックでは関係修復した、中国に対して、 中国が波外れて素晴らしいオリンピックとパラリンピックの開催に成功したと祝福した。弟のラウル・カストロ・フィデルは7人兄弟姉妹で、うち一人に同じ軍人、革命家の弟で、自らの後継国家評議会議長となったラウル・カストロがいる。兄弟姉妹のうち、次女のフワニータ・カストロは共産主義に反対し、アメリカへと亡命。 CIA への協力も言った。1948年に、同窓のミルタ、ディアス・バラルトと結婚した。しかし、1950年代に巧妙な医師の妻の、ナタリア・リベルタと、不倫したため、ミルタは4、男を出産した後に、離婚届を役所に提出した。1980年には、 トリニダード・トバゴ出身のダリアソとデルバジュと不倫の末に結婚した。フィデルは、ミルタ、ディアス・バラルトとの間に4、男を設けて、すべてがキューバに居住しているが、いずれも、政治的には、高い地位にはついていない。長男のフィデル・カストロ・ディアス・バラルトは、原子力の専門家であり、国家評議会科学顧問、キューバ科学アカデミー副理事長。 京都外国語大学名誉教授を務めた。学位は、モスクワ大学博士。重い鬱病を患い、2018年に68歳で、自殺している。三男のアレックス・カストロは、写真家で、新刊派でもある。その一方、娘と称したアリーナ・フェルナンデス・リベルタは、アメリカに亡命して、アメリカの市民権を得ている。タッド・シュルツチョ、新城哲夫編訳。 フィデルカストロカリブ海のアンチヒーロー文芸春秋、1998年。ありがとうございます。